はい2991回始めます、えー、6月30日日曜日ですね、もう6時近いんでね、あともう10分切ったんで、6時まであの、すっかり明るくなったし、これでやめるか、もう1本でやめるかですね、本当にニュースたくさん、今日半分も喋ってないよ、すごい本数が多いから、まあでもちょっと日程的に余裕があるんでね、あの今日早めに切り上げて、うんあの、この廃屋の周りにある竹を10本ぐらいなぎ倒して帰りますよ、えー、神戸新聞 NEXT。 いや神戸って聞くだけでドキッとするね今度は何やれかしたっていう「市営住宅10階から自転車投げ落とす」えー「尼崎の男子高校生2人を容疑で逮捕」っていうことで「尼崎来てます来てます来てます尼崎男子高校生2人市営住宅10階から自転車投げ落とす」っていうことでね、えー 面白いいいんじゃないかっていうことでね動画も撮影してるということで必ず悪さするとき動画撮影するんだね最近の子どもたちは、うん、市営住あ集合住宅の10階の通路から自転車を投げ落とし、えー、壊したとして兵庫県警少年課は、えー、27日までに、えー、器物破損容疑であ尼崎市に住む16歳の高校2年の少年2人を逮捕そ 送検し捜査を終えたと2人はいず,れもいずれも容疑を認めており面白いじゃないかと盛り上がったと <laughs> 説明しているということですといやいやいや容疑は5月26日午後4時あ午前か朝だね午前 4, 4時50分ごろ中学生の少年13歳とうん し市内の10階建て市営住宅で10人の女性66が敷地内に止めていた自転車1台を10階の通路から投げ1階駐車場前の地面に衝突させて壊した疑い自転車はかご後輪などが曲がったがけが人はいなかったと同署によると部屋で大きな音を聞いた 別の住人が外に出たところ投げ落とされたとみられる自転車と少年らが立ち去るの目,的目撃119番受けて駆けつけた署員が敷地内に行った3人から2位で、えー、事情を聞く中で容疑が浮上したと自転車が投げ,られ投げたとみられる少年は容疑を認めているとため同日夜に逮捕地上で合図を送っていたとみられる少年は当初その <laughs> 場にいただけと説明していたが自転車を投げる様子を撮影した動画が少年のスマホから見つかったことなどから6月18日に逮捕していたということでこれ結局何人だちょっとわけ分かんなかったけど中学生の少年あ13歳と共謀しだ13歳プラスうん16歳の高校生の少年2人だ。 だから総勢3人だだったんだねねこれね、うん、総勢3人で16歳の男2人あと13歳の男1人中学生でやったんだねこれで、うん 5, ま、ず26 5月26日何曜日がね午前4時50分頃って言ってるんだからみんな、ね、まだ寝てる時とかだよね、うん、まだ起きてない時間4時50分だもんね、うん、まだ静かな時間帯ですよこれが13歳と 1> が1人16歳が2人全部男が自転車を市営住宅の10階から投げ落として1人があの動画撮ってたっていうやつだよねまあなんかいたずらにしちゃやりすぎだしあと10階から物落とすってこれね結構外国では結構やってるみたいだけどねあのモラルのないところ民度の低い国のあのなんていうのかな 高層マンンションととか,から結構物落としてるみたいよ韓国とかでも結構あるみたいよこれ日本だとね例えばタワーマンから何か落っこったとかね落っことしたとかいうのはそれだけで、うん、大変なニュースになるけど結構海外ではこれあるよこういうの日本でこれ、まあねうん、まあ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 いたずら小僧 中学生高校生のやったことだからっていうのはあれだけど危ないよね。10階から自転車。おそらく見張りがいて下に人がいないことを確認しつつやってるんだと思うけど万一っていうことあったら10階から自転車降ってきてそれぶつかったら。 まあまあまあ命に下手したら命を落とすしうんまあ大けがだよねっていうことを考えるとねまあ少年ねいたずらちょっと過ぎたかなっていう感じねで必ずこのいたずらに最近は動画撮影がセットでついてくるなんだか知らないけどみんなよく動画撮影するんだよどうするつもりだか知らないけどバズりたいんだか知らないけどね地道に行きましょうよ私の動画なんか最大バズったのが1万2千 <laughs> 回 1>, <laughs> 1万2千回なんだっけあの なんだっけマンション管理人がどうのこうのってやつね喋ったらね最高で私1万2000回再生だから <laughs> 本当にあのねあのバズらせたいんか知らないけど、ね、あのバズらないよ <laughs> っていうかダメよ犯罪みたいなことを動画撮影したらね本当にしゃにならないことになるから、ね、子供たち悪さしないように動画撮影しないようにってことで。 今日はどうしようかな。もう一個行こうかな。うん、終わりにしようかな。はい。ということで、とりあえず終わります。ありがとうございました。チャンネル登録、高評,高評価、お願いします。失礼します。